こんにちは、ママデイズです。赤ちゃんピザをご紹介します。8枚切りの食パンをコップの縁等で型抜きします。スプーンで押してピザの耳を作りましょう。茹でるか電子レンジで加熱した玉ねぎと人参、ブロッコリーをみじん切りにしたものを乗せて整えていきましょう。ツナの水煮缶と溶けるチーズも乗せていきます。オーブントースターに入れて1分から2分加熱したら完成です。いかがでしたか？参考になったらいいねシェアお願いします。